はいどうも、うしみです。私の、ツイッターの一番上に来ている固定ツイートというものがあるんですけど、そちらの方にあるハッシュタグうしみ定食というものがあるんですけど、これはですね、ファンアートというかそういうものを書いてもらったり、イラストですけど、グッズとかそういうのを作ってもらったりした時に使うためのタグなんですけど、このタグの中に今2件ほどイラストがあるんですけど、ちょっと今キャップの方で貼ると思うんですけど、どちらも素晴らしいですよね。で、書かれた方たちからは、服が可愛くて描くのが楽しかったとか、可愛いから描いてて楽しかったという意見があって、ママのイラストがここまで褒められているのを見ると、私もわっつ嬉しいんですけど、私も褒められているような気がして嬉しいっていう話ですけど、今後もこういう感じでイラストが増えるように、私もどんどん活躍していかなければならないですねと思ったんですよ。知名度も上がれば上がるほどファンアートも増えてくるかもしれませんしね。で、ちなみに、書いていただいた方たちの、ツイッターアカウントを概要欄に掲載しますので、そちら経由でフォローと、どちらも VTuber の方なのでチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。はい、どうしましたか。ハッシュタグうしみ裏定食というタグは何ですか。それはですね、察してください。で、今回は、私もちょっと嬉しくなってですね、だいぶ絵を描いていなかったんですけど、ちょっと昔にですね、描いた記憶のあるとあるイラストがあったんですけど、それをですね、思い出しながら久しぶりに、描いてみたので、ちょっとですね恥ずかしいんですけど、そちらを公開したいと思うんですけど、それがですねこちらのワニスケ。なんですけど、ワニじゃない、ワニですよ、ワニですよね、これは。はい、私これ、小さい頃からずっとワニと思って書いてたっていうか書き続けてたんですよね。だから結構安定して書けてるっぽいんですけど、これはですね、もし実際のイラストというか、イラスト屋とかと比べても違いがあったら、私もちょっと絵の練習をいつかしたいところですね。絵を描けるように なりたいとはもう昔から思っていたので、やっぱり練習したいところですね。ちなみに今のところ描けるイラストはこのワニスケ1本だけです。はい、チャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた。星屑